改めまして神谷博です。すっかり冬ますね、小野大輔です。ではリスナーから届いた普通のストーリー、略して普通ストーを紹介していきましょう。イエーイ。ってそのテンション何椅子がねちょっと高いなと思って、あ、マイクの位置に合わせるためにさ、ちょっと今座高が高かったから、低くしようと思ったんだけど、低い仕方が分かんない。いっぱいレバーあんなもんだって、この椅子さ。これ何、あ、これリクライニングだ。 ありがとうございます。大丈夫です。はい、次行って。普通ストーです。ディアネームふみえさんからいただきました。ありがとうございます。シルフボリューム4買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。実は全然期待していなかったのですが、猫人間先生先生のラノベ読んでみて驚愕、めちゃくちゃ面白かったです。猫人間先生先生すごいです。すっかりニコ人間先生先生のファンになってしまいました。ぜひこの猫人間先生先生のお話もドラマ CD で聞きたいので、シルフに猫人間先生先生へのファンレターも送ります。次回もニコ人猫人間先生の作品すごく期待しています。猫人間先生頑張ってください。さすがに噛みましたね、ちょっと。だってよ、猫人間先生言ってみ。猫人間先生先生って、猫人間先生先生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 、猫人間先生。本当だ、そのうち猫人間先生になるって。ちょっと猫人間になる、なるって。絶対これは猫人間先生先生ゲームができるよ。楽しいの、楽しいよ。パーティーでやって、これからほらパーティーねえよ。クリスマスとかでさ、みんなで集まるじゃん。そしたら猫人間先生先生、猫人間先生先生、これ増やしていくんですよ。猫人間先生先生先生っていうゲームをね、みんなでやってくださいね。やらねえよ、そんなの。猫人間先生先生、なんかファンレター来たよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございますじゃないよ。もろスワンマさんの通り。全然期待していなかったけど、思ったより面白かったと。あ、嬉しいんじゃないですか、ね、うん、初めてのラノベ体験、はい、実際紙面に乗ってみていかが、ね、え、実際に紙面に乗ってみ て, て, みて、自分の、まあ、名前じゃないけど今回の、はい、あのね、自分で読むと、うん、先の展開を自分は知ってるじゃないですか、だから面白くないの。それね、当たり前だろ。面白くねえの書いちゃったと思ってすげえ不安です。それはね、この先の展開どうなんだろうっていうふうに思ってたら困るからね。、うん、自分で書いてるの完全に忘れてるってことですからね。それは記憶的に何か障害があるとしか言えない。あ、まあでも期待してくれ、ねえ、ね、まあ次もラノベなんでしょ、うん、ボリューム5も。ああ、そっかそっか、どうやらね、はい、じゃあ乗ればね。不安。猫人間先生先生頑張ってくださいね。続いていきます。はい、続きまして、こちらディアネームタラさんからいただいております。ヒロシ、ヨノジ、モスモスモス、シルフボリューム4買いましたよ。ありがとうございます。母が付録についていた寺イケメンに誰よりも興味を示したので、テスト前にもかかわらず姉、母、私の3人で作りました。父に変な目で見られたけれど、母がノリノリでパピオンマスクを装着していてとても楽しかったです。何やってんだよ、テスト前によ。テスト前なのに作っちゃった。はい、まあそういうことあるよね。なんか人間追い詰められるとさ、本当に意味のないことしたくなるんだよ。あ、それはわかる、それはわかる。猫人間先生もそうだったでしょ。はい、なんか追い詰められるとさ、普段しないことしちゃうでしょ。はい、とりあえず端っこを掃除とか。部屋の隅をね、あ、普段見ようとしてるところとか、今しなくていいことしちゃうでしょ。俺もあれ、イラスト描かなきゃいけなくなった時に、ずっとクレイジータクシーに逃げてたもん。PSP のね。そう、ずっとやってたもん。そういうもんですよ。そういう時の方が記録が出たりするんだよね。する。あ、多分、そういう時の方が集中して、この寺イケメンマスクを普段より綺麗に作れるんじゃないかな。丁寧に、丁寧にね。丁寧にね。お父さんだけ変な目で見てたらしい。ああ、そうですか。母はうっかりかぶっちゃった。パピオンマスク。うん。無駄に金をかかってるパピオンマスク。そうですよ。まあでもそれでね、なんだろう、家族で会話が成立してるんだったらいいんじゃないの。それこそパーティーですよ。もうそれつけて、それだ、猫人間先生、猫人間先生ゲームだ。どんな家庭だよ。やだ、楽しいじゃない。お呼ばれしたくないよ、そんな家庭に。人数も揃えてよ。だってほら、家族4人だったら2冊買えばもういいわけじゃん。一家に2冊も。一家に2冊コミックス。でもそうですよね、シルフを売るために、シルフに乗ってる漫画をみんなに広めたいがために
これは作られたわけですよ。でしょ、回り回ってね、うん、これうなずいてるよシルクの人、うんうん、ね、自信満々で自信満々でね、うっかりお金かけすぎましたね反省したあの人がね続いていきます。ディアネームかなこさんです。ヒロシヨナディモス、シルクボリューム4買いました。お、響きのライトノベル感動しました。さすが猫人間先生先生ですねところで SLH のオノディのインタビュー記事を見てて思ったのですが、オノディまさかの CK ですか、うん、正面を見ている写真で乳首がこんにちはしているように見えるのですが、これは本当に CK なんでしょうかとのことです。検証、だって検証、検証してみます。ストレイトハーツレーゼン輝く小野大輔、うん、彼特有の会話感覚を出すのが難しかったって書いてある写真のところ、 うわそれをね、そうそうそう言って、小野くん、いい顔で写ってるでしょ小野くん、何ですかあれ、これはどっち、ライト、ライト、ライト2方が、ライト2方がこんにちは、こんにちは知ってるよ Hello? ちなみにですね、レフトはですね、レフトは、レフトは違う写真がこう斜めにこうレイアウトされていて、微妙にこう隠れて見えないようになってると思うんですけども、構成スワイ曰く、シルフの真心だそうですシルフの気遣いなんじゃないのこれはと、両方本当はこんにちはしてたんだけれども、片っぽだけちょっと隠そうかっていうことでこういうレイアウトにしてくれたんじゃねえのってことなんですけど、これ俺写真チェックしたんですよ、はいはい、おかしい、オッケー出した、オッケー出したの、俺オッケー出したの、どうかしてたこの人はあれなんだよ、自分の顔しかどうせ見てなかったんじゃないの、乳首のこととかさ、脇汗のこととか見てなかったんじゃない、あと腹汗とかさ、腹汗、あでもそうそう、脇汗パッとしてた、脇汗パッと、脇に気を取られてた、あ脇はね、うん、脇が甘いとかよく言いますけど、乳首が甘かったという、甘かったな、そういう例ですねこれはね、うんうんうんなんかそういうその CK を見ちゃうとすごいドヤ顔に見えますよね。そうだね、ドヤ、うん、俺の右乳首ドヤみたいな顔してますけれども、うん、その2ページ後にですね、はいはいこれ何これ、んうっかりこの前 の、 あのスピンオフ会の模様がですねカラーで載ってるんですけども、小野くんの2ページ後に載ってるんですけれども、扱い的にはほとんど一緒ですよ、ちょっとすみません、これスワさんもドヤ顔してない、ちょっと2人がですね、前前の号のシルフの、僕とオノディのキャラクター、僕らが断固拒否したサイが描いてくれたイラストの、あの2人でハートマークを手で作ってる、はい、イラストがあったじゃないですか、 あ、ね、あれをですね、ちゃんこと、構成スワがやってます。何やってんだ何やってんだしかもちゃんこ超いい笑顔じゃんそしてスワ、構成スワ超キメ顔なんですけどあんま見たことねえよこんなキメ顔、何そのキメ顔とか、これはいいね、ひどいひどいもんですね、だって僕らの写真よりもちょっと大きいもん、なんか、うん、その上に一応ストーリーテラー紹介って書いてあってさ、あの僕と小野くんの写真あるんだけれども、うんうん、それよりもちょっとだけ大きいもん、なんか写真が何ガンガン武力介入してるし、あひどいですねこれ、あそうですか、それのディアボイスで、うん、あくまで作家ですからっていうのと、あくまでデブですからっていうのが配信されてるのを見た時の僕のショックですよ、本当に何乗っかってんだ相当ひどいですよね、何執事だお前、まあ、あれはただなんでね、皆さんあの気軽にダウンロードしていただけるんじゃないかなと思うんですけれども、うっかりそれでランクインですからね、そうですよ、大丈夫かなこの番組ねはい、そんなわけでですね、引き続き皆さんから普通のストーリー略して普通ストーンお待ちしております。はい。